日本埼玉県川越市南大南大は埼玉県川越市の町名。現行行政地名は南大1丁目から3丁目。郵便番号は350-1165。川越市南西部に位置する。東部及び北部で南大塚に接し、南部及び西部を狭山市新狭山に北西部の国道沿いで大袋日田及び島上の飛び地になっている藤倉に接している。 南東の狭山市青柳とは新狭山一丁目が南東部の道路沿いに細長く伸びているため接していない。一丁目は三つ村印刷、図書印刷、小松ユーティリティ等の工場、物流拠点を抱える川越狭山工業団地であり、2010年1月、現在の居住人口は0である。2.3丁目は西部新宿線南大塚駅周辺の住宅地及び 商業地である。川越狭山工業団地に工場を持つ、企業等の独身寮及び社宅が多い。また、長域北西団に沿って、国道16号が通っている。鉄道の最寄り駅は、地内の西部新宿線、南大塚駅。1966年、大技南大塚、大袋、藤倉、山城、造形及び編入した狭山市青柳を合わせて、成立した。 2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南大塚駅東北部で分断されている案、比な線町域内を西南から東北に西部新宿線が通っている。2016年までは西部安比な線が存在した。ありがとうございます。